はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は円卓高校野手でサンタホムラちゃんを使ってやっていきたいと思います。で、サンタホムラちゃん前回のガチャで PSR を手に入れて、とりあえず通常のホムラちゃんプラゴを1枚突っ込んで、プラ1に、したところになります。まあ、ここでね2解放してくれればなんかもうちょいあるやつを突っ込もうかなと思ったんですけれども、まあ、1しか解放しなかったのでとりあえずプラ1止まりになってます。で今回は、サンタホムラちゃん金徳が代打の神様になってますので、本当に代打要因をちょっと作っていこうかなと思いまして、代打で出てきてアーチストと広角砲、この2つをね、取りに行きたいと思います。とあと技術要因として、まあ、あのなるみと、そう技術要因どうしようかなと思って、できればダブルタックで打撃を重ねたいなというのもありまして、サイガを入れています。でサイガの1球入魂のコツはまあちょっと取れるかなっていうところはあるんですけれども、一応大谷くんが初球丸を持ってますというところですね。とあとクネビアちゃん、クネビアちゃんについては本当に今回彼女にしたい、彼女にしたいっていうかクリスマスを迎えたいというところですね。だクネビアちゃん もう絶対入れたいかって言われたらそうじゃないんですけど、ただここはちょっと意地で入れてきました。でモード君はだから今回外れてますね。だどちらかといえば、金徳を中心に考えた感じ、作りたい選手に金徳を合わせて、まあちょっと円卓用のデッキになってますというところですね。最後のコツ、よしよし、広角打法はゲット。いやサイガーはねコツがほんといいよね。街の清掃、あとはちょっとここら辺からはかなり自由度が減るんで、ああもうこれだね、ラッキーセブン。要因を確保しておきましょう。で通常のイベントはほぼほぼ変わんない、まあ、金徳関係が少し変わるんですけど、セリフが変わるくらいなんで。とあとクリスマスイベントが追加されてますというところですね。で、そうなりますと練習レベル的にはこんな感じ、肩と走塁がちょっと高めで、クリスマスでプラ1練習レベルを上げられるんですけれども、メンタル以外、まあ、それをどれ上げようかなと。実用的なのは打撃なんだよね。でただ走塁は4まで一気に持っていけるっていうメリットはあるんですけれども、ホムラちゃんしかタッグを組める人がいない。とあとこの編成だと、得意練習2種持ちがねいないんでね、総取りがどれくらいできるかなっていうところが少し不安な箇所でもあります。ここもまあ人数確保しておいて、次はレベル1の練習をしていきますか。肩か走塁か、まあ肩だな、勧誘的に。パワーヒット広角打法はもう確実に掴みたい。あークネビアちゃんいるな、どうすっかな、やる気マイナス1か、エピックが通過できるんだよな。クネビアちゃん毎回彼女にできないからな。でもここも美味しいよね、だって普通に考えて、普通に考えるとだってここだよね、 1,2,3 4人分あげられるんだよ。よいしょこうやってクネビアちゃんは放ってかれるんだよな。よし、異物。今回はモード君入れてないんで、最初に発生する異物は1つですね。と冠精神経験点、いやメンタル7いか、これはこれで美味しい。ちょっと一応全部見る。クネビアちゃんはほっとく、やったコツでしょ。コツだよこれ、絶対コツだよ。でもクネビアちゃんクリスマスなど知らん。もう、ね、クリスマスをね彼女と過ごすとかね、そんなの甘えだよ。クリスマス俺どうしようかなってちょっと思ってんだよね。やっぱりなんかイベントやりたいじゃん、まあ、大体そのライブとかになろうかと思うんだけど、ちょっとそこね悩んでるんですよね、まあ、何やろうか特にあんまり決まってないっていう。じゃあここはクネビアちゃん評価上げていきましょう。おい、追加が起こんない。
開けない。クレビアどこだ。ここ人がすごい。エピックがいけんのか。人数的にはだって特にやんなきゃいけないものなんてないよね。人増やしとく。よし行こう。宝石がくっついてるけど、エピックに宝石がくっつくとどうなの。お宝探し川、これどうしようかな。ゴミ拾い、ラッキー男になろう。ラッキーボーイ、ラッキーセブンも先手に入れたかんね。お宝が見つかったらしい。川へ探しに出かけ、川でお宝があんの。どんな町だここで。じゃああのエピックはちょっと鍛えていく。今一時にある方向のエピックはだ、これは通過させよう。通過させるんで、一旦メンタル守備 1% だからね。そうすると確実に次に寝ることになるから、だったらよ、まあ走塁にしてレベル2の技術を回収するか。で体力がなくなってるので、一応ちょっと精神練習を見つつ、まあ、寝ることを考えましょう。あ、メンタル、いけ、体力がめっちゃ減るじゃん。これはちょっと嫌だ、さすがに。災害のコツがあったからな。まあ普通だったらね、やってもよかったんだけど、エピックのね、エンタクルスのマスの関係でね、どうしてもできないっていうのがあるんで。で、レベル2のオールが回収できるのか、で、コツがゲットできるんで、ちょっと余分なもんは。取っちゃいましょう。また例によっていつもと一緒なんですけれども、広角打法ちょっと置いとこう。結構重いからね。悪球、代打、ヘッスラホーム突入、ムード、ホーム死守、プレッシャーラン、気分屋は置いとく。からの、ラッキーセブンとか、まあいいや、トールアシスト取って、うん、とりあえず終わりかな。さて、では。ここで行きましょう。おい、いぶしゲーム。こういうコツをね、1で取るかどうかだよね。重いものはね、やっぱちょっと1でもきついんで、で技術レベルをどんどん上げていきますか。技術じゃねえ、打撃の練習レベルを、打撃の練習レベルを自力で3にして、小村ちゃんのイベントで4にしよう。で、なるみか災害なんで、これなんだ、一発逆転のコツとか、まあ、7位はね確定なんで、とか尊重すると、ちょっとパワーを上げている余裕はあまりない。ここ回復ができる。でクネビアちゃんまたいないね、そういえば。これまた無理だな。回復しよう。で、15%、クネビアちゃんいるわ。筋力2か、回収しとく。どうせだから追加、よし。もう1回練習しないと無理かな。イベントが起きてくれるか、もう1回練習してくれないと無理だけど、敏捷後で回収っていうのも微妙だな。敏捷ちょっと少ないね。エピック2か、エピック3にしたいんだよな、その他もろもろの関係で。あ、じゃあ一回ここは精神でちょっと置いとく。置いとこう。わからん、マジでわからん。精神レベルが上がってしまった、ちょっとやりすぎたな。さて、で、あのエピック通過させたいから、ここかここどっちかだな。7位の評価とかも全然まだ足りてないんだ。ホムラちゃんも、まあ、もともとホムラちゃんはね、初期評価が低いキャラなんで。7位もそうか。そうするとやる気デッキってそんなに高くなかったよね、初期評価。もういいよ、もう別にアーティスト1で。あ、でメンタル
メンタル2か。広角打法取っちゃうじゃん。固めが来る可能性もあるからね。いや、じゃあ3で掴んじゃおう。で、ほい、メンタル。練習会。まあ、いつものパターンだね。で、これで絶対評価は乗ったはず。あと2周だけど。これもレベル1。ただやる気3があるから、ここ、やる気3を、あれよ。なんだっけ。タックで取りたいっていうのがある。どうだ？よし、とりあえずタックは来た。どっちがいい？大谷くんの筋力、技術、才が、悩むな。なんかどっちでもいい気がする。どっちが欲しいかって言われたら、ちょっと筋力をかき集めておくか。やっぱパワー系のキャラにしたいからね。で、メリークリスマスということで、まあ、この中から一つ選んで練習レベルが上がります。打撃力特訓バット、これにしましょう。で、また例によってクネビアちゃんは来ませんでしたと。悲しいね。エピック1か。これも一応通過させとくか。ではではでは、いや、一気に進もう。ほいほいほいと。打撃レベルを4にしたい。まだ上がらないか。これってさ、練習レベル上がったからといってさ、練習回数なんかチャラにならないよね。よし、3で、ここも3も回収しよう。ちょっと一応走塁も見る。まあこっちだな。待って、敏捷足りないは足りないのか。敏捷にしよう。で、このレベル3エピックで何が出てくるか。西洋異物。西洋異物って、ついちょっとロマサガの癖でさ、西洋異物って言っちゃうんだけど、異物か。これは疲れるんだよね。まあ、一応拾いに行きますか、じゃあ。異物って、ようやくこれで2個目ってことでしょ。まあ、やっぱり円卓キャラ2人いるのと1人だけだと全然違うね。で、ここちょっと何もないから体力回復に努める。で、筋力、まあやれるときやってくか。ほい、印象を回収。臨床っていうか、精神で回復できないからね、正しい方。今回は降格法を狙いに行きます。普通に。で、やる気を一つ通過させて臨床取るでしょ。で、次のエピックもどうするかだよね。一級入魂ゲットしました。で、コツ、なんかメンタルがすげえ上がっていくな。7位。でも7位は取っときたい。パワーヒッターをまだつかめてないからね。逆境、じゃあ逆境は取るか。立て。で、バレンタインでチョコレートはとりあえずもらえますと。ありがとうございます。こいつほんと告白いつも来ないな。で、どうしようかな。なんか1で総取りっていうのもね、ちょっともったいないからね。やっぱりだったらここは逆境取って7位のコツを回収する。ほい、ちょっと体力も回復できるんで。よし、パーヒタゲットしましたと。クレビアちゃんやってみる。下がった気がするんだよな。ほらね、そう、下がるんだよ。
まあいいよ別に。で、大谷くん、エピックさんが取れるね。ちょっとこれは回収するか。じゃあそろそろ聖王系が出てくんないと、聖王じゃない、聖杯系が出てくんないと。よし、レーザービームか。どうしようかな。代打の神様だから一応ファーストになってるんだけど、代打で出た後にサードとか外野につけるようにしておこうかな。要はサブポジを取るってこと かといってね。じゃあこいつがスタメンに入るかって言われたらまた別問題なんだけど、まあ一応そうやってね、まあ、サクセスは楽しんでいきましょうということで、オール2があるか。じゃあオール2は回収しつつ、基礎能力が全く上がってないな。一回 D にしよう。全部オール D くらいには揃えたい。筋力足んねえ。足りるか。足りねえ。8しかねえや、敏将が。うん、じゃあこれもう一発逆転。一発逆転も筋力使うからな。ダメだこいつもよく失敗すんな。あれ、これって下にすると体力が回復したんだっけな。なんかそんな気もしたな。寝るしかないよね。ちなみに一発逆転4だ。戻ろう。寝よう。タクネビアちゃんがな、ほんと来ないんだよな。変なやつが来た。元気になる。寝る必要なかったな、今思えば。エピックさんを回収したいから、またね。エピックさん回収したいんで、ちょっと待って、今、これだけだよね。よし、ここにしよう。聖杯。よし、なんか来た。エンタクルスの秘密。で、聖杯のアリカが来たので、これで、全部上がるでしょ。で、聖杯の探索もできるようになって、人が足りるかどうかだな、また。で、骨格をつかみました。これ8人必要なのか。あ、余裕だな。いけんな、これ。ほいほいほいと。やっぱ最初に人数を溜め込んでおいたのが良かったですね、と。で、できればやっぱ取っていきたいんだけど、まあいいや。円卓の秘密なんかよく出んな。で、上でいいや。でもうちょっと総取り系に入りましょう。回復もできるね。よし、こう。めっちゃ上がったな。で、上。いや、クネビアちゃん全然告白が来ないんだけど。あれ、あとなんだっけ、ビッグって。これもあんのか。よし、こっからどんどんエンタクルスのレベルを上げて、どん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 総取りしていこう。打撃が4になったね。でコツがあるから、こっからよ、円卓の神髄は。意外性取る、ちょっと無理だな。筋力がなさすぎる。意外に筋力がない。ラッキーボーイか。1か。あんまり。3の上り乗車取ろう。よし、ちょっと経験値無駄にできないからな。気分屋来た。来るんだよね、やっぱり気分屋が。かなり掴んだとか。あ、そう、これね、サボり癖も厳しいんだよね。だからよし、聖杯ゲッチュー。よし、でタックがだから来てくんないと、タックが来てくんないといけないのよ。これでもう全部3になったよね。ちょっともったいないことしたな。少し時期ずらした方が良かったね。ちょっと勇み足だったな。あ、バイト数ようやく来たか、そういえば。でちょっとなんていうの、セリフが違うっていう。
で、もうこれは回収優先できます。ほい、いぶし元気。よし、いぶし元気は掴もう。めちゃくちゃ掴んだ。初級が欲しかったな。見に行く。たまに回復してくれるまほちゃんとかだと、こいつ減るんだっけ。あ、コツをくれるけどもう回収してるかな。バイト早かったな。まあいいよ別に。あ、で打撃4で回収していこう。ちょっと待ってね、いぶし銀は取る。パワヒもいいや、取っちゃおうか。い、あ、ちょっと重い。粘り取るでしょ、意外性取るでしょ。レーザービームもいいや、取ろう。でいぶし銀取る。気分やね、気分や。ちょっとさすがにいらない気分や。ちょっと本当になんとかしてほしいんだけど。早急ガイアつけよ。やっぱりで、これもう任せちゃおう。まあ、クネビアちゃんはね、最悪もう本当に6月の終わりのところからデート三昧でなんとかなるんだけど。あ、そういや一発逆転コツつかんだね。1点も取れないんかい。うちの打線どうなってんだよ。サイガとかナナイとかいるのに。まあ、円卓はねここでなんとかってわけじゃないんで。クネビアちゃんの評価がどんどん上がっていく。で3走塁いいね。コツで、サイガのコツ固めは取ってないんだっけ。で早急はさっき5で掴んだから、まあいいや、掴んどこう。で、で気分屋来た。もうこれ出たら気分屋はないからね。もう何なの気分屋とか。よし、固めも普通に掴んどきますか。じゃあ出よ出よ。クリビアちゃん評価超低いな。あんだけ上がっててまだこれ。じゃあエピックさん行くか。じゃあもうちょいいけるからね。川矢部くんを追いかけ、矢部くんの悲しい姿を見るか。いや気持ちはよくわかるよ、俺も似たようなもんだからね。はい、川で、ちょっと回収に入ろう。ほい、チャンスメーカー。何探索、調査部隊にみたいな。これはもう無理だよね、どう考えても無理だよ。調査部隊勧誘8人とか超今更なんだけど、もういらんわそんなに。あ、固め打ち、しかもこれだしいけてるっしょって。でこっちかも追い打ち。くねクネビア、マジ何なの、意味不明すぎるんだけど。じゃあ3を回収しとくか。メンタルってこい。これ超、あ、敏捷150もらえるのか。なるほどな。違う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 、別のが終わったのか。無理だ、ない、調査対象がない。大谷君コツが来てるな。初級が欲しいんだよね。アチスト戻っちゃう、骨格も取っちゃおう。で固め取るでしょ、チャンスメーカーでしょ、追い打ちでしょ。いや、ラッキーボーイとラッキーセブンも取って、ちょパワー C ないとさすがに無理。いや、パワーが全然伸びてねえし、ミートも全然伸びてねえし、敏捷が余ってるし、パワーアピールできた方が良かったかな。こんな感じで、じゃあ筋力やろう。ほい、初級が欲しいのよ。ここちょっと今更だけど、これ全デートすれば間に合うな。ギリギリ間に合う。俺がその人だ。これからはひたすらデートをする。文句は言わせない。
あの人何の仕事してんだろう、黒服執事っていうの、立場的に女性でいうメイド調べる。もうここからだってデートするしかないよ、ひたすら。モード君はだからやっぱ入れるは入れた方がいいよね、まあ、今回外して思ったけど。でクネビアちゃんはマジでエンタクルスを中心に考えると、あ、これ下でいいや、早めに評価を上げとかないと。まあクリスマスが一緒に過ごせない、クリスマス一緒に過ごしたところで体力が減るだけなんだけど、いまだ自分の動画でそれをね見せられてないからね。これさ、代打要員としてはすげえ微妙な能力だな。だそういうの考えると、ちょっと円卓はね自由度がね少ないと思うんだよね。どうしてもねもう編成とかが似たり寄ったりになっちゃう。金徳とかを考えてやろうとするとやっぱ編成が難しいよね。特にこのこういう選手を作りたいっていう意図でやろうとすると、まあ、単純にね経験点出したいとか査定の高い選手を作りたいっていうんだったら、まあ、円卓用のガチガチのデッキで固めれば、まあ、結構いいと思うんだけど、選手作りに関しては、まあ、もしかしたらそこまで向いてないかもしれないですね。よし、とりあえず1本。何気に変化球すげえな。球速が遅ければね変化球の球に合わせられるからね、格好の変化球打ちの練習にはなる。この高校は初戦のこの高校、あとまあ円卓はね総取りでやっぱりどれだけ回収できるかっていうのが出てくるんで、得意練習2種類持ちをね2人は入れたいよね。やっぱり2人は欲しいで、今回だって得意練習2種持ちがいないからね。もうさ、テスト終わるじゃん。あれ今ってさ、なんていうの、1学期2学期3学期とかじゃないんだっけ、その高校生って前期とか後期っていうような感じで聞いたんだけど、俺の時代とは全然違うからね。あ、パワーヒッター取れなくてもまあいいか。あれはね成功率悪いんですよね。なんかなかなか成功しない、基本失敗すると思っていいんで。ちょっと待って、臨床ポイントすげえ余っちゃったな。パワーアピールで来ればよかった。そこもちょっと失敗だったな。よくよく考えれば、なるみとほむらちゃんの臨床ポイント2つあったからね。エンタク追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で船越、いや、7位と2塁牽制、2塁タッチはセーフ、ボール。7位と大谷君でそれなりに筋力稼げるかなと思ったんですよ。で悩んだのが、だから臨床に振るか技術に振るか。ただ技術は練習のダブルタックが発生する可能性を考えて、まあ、大丈夫かなと思って、ちょっとね敏将をアピールにしてきたんですよ。トップバッターは船越、今日2打点を挙げています。打ったことが強烈、左中間すっげえ点取られてる。まあよくあるよね、よくある。8回9回でめちゃくちゃ点取られる、特に9回突如として点を取られ出すからな。まあ、一応完走はできた。あれちょっと待って、評価、おーい、完走できねえじゃねえかよ体力減らしたくねえからな。じゃあ喫茶店にしよう、はい、で今回はだ、なるみも失敗してるから、まあ、普通に2つ、評価マックスにはなってないけど星5にはなってるんで、
最後の経験点は普通にマックスでくれますねと。まあ、途中のね、なんかあの矢部くんのやつで評価下げちゃったから。で、お守り持ってきてこれってことは、お守り持ってきてこれってことはさ、お守りないと相当厳しいな。投げました。初球スライダー空振り。そのエピック。投球これから2球目。正背景をね進めるとね、評価が上がってくんですけど、それを見越したとしてもこれか。この回は2番からの高打順。先頭バッターは船越。投げました。打ちました。痛烈。いった。まだ点取られてるけどね。エンタ。追う展開で迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている船越。初球打ってきた。ワンバウンドヒット。足は速い。エンタク、この回は上位打線から始まります。まだ周遊が投げて、いいね。船越、今日2打点を挙げています。打ちました。多少芯がずれてもやっぱ持ってけるね。パワー少なくても。そこはアーチストさすがといったところか。いや本当はミート S、パワー S とかにねしたかったんだけどね。叶わぬ夢で終わったな。少しでも筋力ポイントをもらっておく。ほい。A にできるかな。 A にはできるか。でここちょっと待って、足りない。あ、ギリギリ足んねえわ。 B 賞がだからすっげえ余ってるわ。初期アピールの差でちょっとここまで差がついてくるとは。ここの編成がちょっとまだ甘いんだな。その代打要員を作ろうとした時の B 小マスは多分1つでよかったんだな。そうすると B 小マスを1つにして、で総力アピールで来ると多分ちょうどいいくらいになったんだね。先ほどツーランホームランを放っている船越。その分もうちょっと技術とか筋力に触れたんだな。筋力はただね、大谷君もいて7位もいるから筋力はこれでいいと思うんだよ。で技術が足りてない。でミートが伸びてないもん。筋力に関してはそのアーチストとね広角砲を両方取らなきゃいけないっていうのもあるから、まあそれを考えるとまあまあまあこのくらいが妥当かなと。でまだエピローグ経験点とかね試合経験点が入るから、まあ、筋力はこれで OK。 技術が足りてないんだ。便所で余ったポイントを要は技術に回せる編成にすれば、まあ、バランス的には良かったのかなっていうところですね。メンタル大谷君。あ、1球入魂も結構重いんだよね。そういえば取ってないわまだ。いやー早くエビルが、エビルがやりたいな。エビルはね結構分かりやすくて俺結構好きなんだよね。でやたら精神が余ってんな。じゃあ1球にコントロールか。で敏捷に回すかあるからね。じゃあ A にしてちょっと筋力が足りない。まあ、精神は大丈夫か。でここでも使うのか。ちょうど B になって筋力がゼロになる。技術5とか。ホムラちゃんも合わせればエピローグ経験点はそれなりにもらえるんだね。大谷君もいるからね何気に。ツーアウトランナー1塁という場面で船越投げた。見送ってボール。第2球投げた。ちょっとずれたかスライダー。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で船越。イビルアイだっけ、なんだっけ名前が分からん。ちょっと振り遅れた今。ちょっとね確かに振り遅れたんだけど、やっぱ広角砲のおかげで持ってけたね。ツーアウトランナーなしという場面で船越今日打ちました。痛烈いった。エンタク追加点のチャンスです。点は取られたら取り返す。船越今日4打点を挙げています。投球これから2球目。よし OK、 それが野球よ。ヒット7点も取られてるし、ヒット10本で10打点か。
すげえな。この怪物が一体何なんだか謎。だってあんなさ、バシーっていうだけでうわーってなるの。でドラフト1位で経験点もらって、まあ一応クネビアちゃんから経験点もらって、ここでなんかさコツ欲しいよね、やっぱりクネビアちゃん。今のところこのマイナスの方がでかいもん。で大胆の神様もらって、でタイエースをもらって、あとはどこまで伸ばせるか。一発逆転、まあ、確かに代打要員としては一発逆転キャラがいればおおぽいねってなったかもしんないけど、くんなかったかな。せっかく一発逆転コツ読んでつかめたのに。でもそしたらまた筋力が足んねえとかほざき出してたんだろうな。代打の神様安いよねマジで安い。代打取ってるからっていうのもあるんだけど、そもそも代打が安いからね。じゃあちょっとチャンスこれ取ろう。盗塁も取っちゃおう。ちょっとで走塁も取っちゃおう。でちょっと水戸はしょうがないな、エースにして。で、あ、そうか、サブポジつけたかったんだ俺。ちょっと待って、サブポジつけたいんで、盗塁と走塁って意外に技術使うんだよね。ででよ、外野だな。外野3段階上げとこう。で肩をちょっと上げる、 C まで。一応レーザービームと、レーザービームと送球取ってあるんで、まあ、それなりにできるように。あと余ったのはちょっとここら辺に振って、ビンショット精神だけでなんか取れんの。取れないねちょポイントは無駄になっちゃったけど、まあしょうがないねそれは。100というような感じですね。一応代打要員をちょっと作りたかったんですけれども、まあミートとかね金徳の関係で、まあ、もうちょっとかな、もうちょっと見直したいなっていうところはありますね。なのでやっぱ編成が大事ですね。まあ円卓はだ、その経験点マスと練習のマスでどれだけこうね、うまい具合に経験点を稼ぎ出せるかっていう、こう偏らないで。今回は本当に敏捷ポイントにねちょっと偏っちゃったんで、まあ、確かに走力 S で速いキャラクターにはなったんですけれども、ちょっとね作りたかった選手とは違う方向に来ちゃったので、まあそれはねやってみて、まあ、修正して、でまたサクセスやってっていう流れになりますので、まあそれでね徐々に円卓高校という高校に慣れていけばと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。